平戸執法長崎県平戸市は、旧非全国平戸藩松浦市の城下町で、江戸時代に徳川家康からの主因状を受け国内で、唯一の中国やポルトガル、オランダなどとの貿易港として栄えた都市である。家康の時代、諸外国の執法の誘約は、中国では不透明なものであったが、西洋では透明なものも見られた。 長崎にはその両方の誘約がもたらされた可能性があり、江戸初期に活躍した平田彦志郎同人の作と目される花雲門ん七宝翼のような透明感のある作との関連が推測されている。しかし、今日、長崎七宝内し平戸七宝として伝えられている七宝楽などは西欧風の図柄や文様が描かれることが多いと評されているものの、 泥しっと呼ばれる不透明の釉薬を用いた作が多く透明感のある釉薬が長崎周辺で普及していた痕跡は乏しい。なお、上述の初代彦コ労働同人と同じ頃、九州にも同じ平田を名乗る近郊、平田彦コがおり、しっ流通話等を制作している。米光文書なる資料によれば、彦コは細川三歳に従い部全国から、 ヒゴ国へと移った松本稲葉守の子にあたり、その系図の形中に白金採掘場七宝流という記載があることから、彦コの子、小三郎も執法流津波に関わっていたと考えられている。この頃の九州ヒゴでは、ヒゴ近郊が繁栄し、林、西垣、清水、平田の諸派が大きな勢力を誇ったとされている。しかし、 近郊としての平田は三代目がその職を他に譲り、以後は金銀の改め役や世話役などの仕事を続けて明治に至っている。一方、寛永11年のオランダ商館長日記などの資料によれば、平戸のオランダ商館を通じ、平戸藩主、松浦隆信が見本を示して、七宝の唾、薬剤用小箱、香炉、酒瓶、酒好きなどを、 バタビアのオランダ総督に依頼した記録が残っており、これら以外にも7放棄の注文の記録がある。このことから、すでに国内でヨーロッパの7放棄が知られていたのは、間違いなく、注文通りの品が輸入されていた可能性も十分、考えられる。その後、官営16年の南蛮船入港禁止の頃から、いわゆる鎖国期に入り、官営18年にオランダ召喚は、 平戸から出島に移る。以後、幕末に至るまで、オランダ戦の発着、召喚員の居留地は出島のみに限定された。平塚茂兵の作明時期には、東京や京都でも平戸尻尾と呼ばれる7宝器が製造された記録が残っている。例えば、東京で活躍した二大平塚茂兵、高行は、当時としては稀な透明釉を用いていたことから、 透明疾宝校と称された名校であり、その作は、疾宝流しだったとも、平戸疾宝だったとも伝えられている。平塚の作は、先代からの製造の依頼主である横浜の大関一家により、第一海内国館業博覧会に出品され、龍門賞杯を受賞している。その審査標語には、金銭を用いて際に草花を描き張り室の、各色放浪を施すとあり、 細金細工の特徴が見える。そして、第2回内告白の目録では、手ボタン紐金銀線課長の模様七宝流し、第3回内告白の目録では、銀平戸七宝号炉の記載が見られる。一方で、第1回内告白の目録には、常実の大関とは別の出品者として、札塚止吉の名があり、こちらは、小皿金銀七宝焼きと記されている。さらに、 平塚本人の出品として、糸口締め金、疾法造眼が記されており、作品の納入先や時期などにより、様々に形容されていたようである。なお、当時の平塚の技量を示すものとしては、明治11年に、小僧院宝物の黄金ルリデ伝セ12両鏡の複製品の製作を、しており、これは東京国立博物館が所蔵している。伝承によれば、 従来の執法は衝撃に弱くすぐに文様が剥離りする欠点があったが、平塚は細い金銀の線を文様状にロウ付けするなどの独自の工夫を重ね、その欠点を改良したとされている。そして、平塚の作は米国のシカゴ万国博覧会で金賞を受賞し、日本平戸執法の名が世界に懸念されたと伝えられている。平塚は 東京を仕上げの3000坪の大邸宅にて、40から50名の職人を養成したが、明治33年10月に65歳で没したという。一方、明治33年の京都府の調査によれば、明治18年から22年頃、京都でも平戸尻尾なるものが算出された記録が残っている。京都では、明治5年から、 同期執法が算出されており、明治7年には、業者として、佐野豊三郎や、東高の金鉱山総兵衛の名前が記されていることから、上日の京都産の平戸執法は、これら同期執法や東大執法とは異なる作風のものだったと思われる。この時代、平戸といえば、よく、平戸島で製作されていた、南蛮都来の細金細工を意味していた。例えば、 1870年から1876年にかけて刊行された、神奈川路文作の国慶本、西洋道中膝繰毛の第三編の中で、ネフが、象下に、銀の鏡蓋で、糸口が、平戸で、金物が、渋一の大部を、裏坂銀で、ごく渋の闇なし、とある。したがって、当時、平戸尻尾といえば、よく、 細金細工に尻尾を施したものが想起されたと思われる。これは、常実の東京の2代、平塚茂平の作風とも一致する。ありがとうございます。